全部一人でやったんだ。だいたい4、5日前に完成させてるんですけど、だいたい1週間で作るんですね。お一人で作る。あのね、そう、僕はもともと絵を描いてて、でこれは全部絵の具を塗ってるんですよ。それで、まあ空に向かってっていうか、まあ三次元絵画って勝手に言ったけど、要は絵筆の代わりに木に色を塗って、それをこう色と組み立ててるような感じで、空にどんどん線を引いていってるような。で、高いところっていうか上の方とか届かないから、こう足場を作って、それがそのまま構造物みたいにして、図面があるわけじゃないんですよね。絵だから全部バランスでその場所でこう考えて。なんかもうどんどんはみ出したりとかして、まあ、そこの木も巻きついてるし、自分の欲望のまま普通行けないって言われるような感じのことをするのが大好きで美術館の人結構困らせてるって言ったらおかしいけど、全てがやっぱり前代未聞なんだって。こんな、まずこんなの見たことないとか、専門家の人がそういうからさ、そういうのも面白いし、うん、一人でこんなことできるわけ、まず主催者の人が想定外なわけです。僕企画書では10メーターぐらいの作品作りますって、多分80メーターもある作品ができるわけないって思って80メーターあるんですか、これ奥行きそのぐらいありますよね。で、高さがこの櫓が 5.5 メートルぐらいあって、だから6、7メーターあるわけですよ。うん、もうね、子供と同じような気持ちにならないとこんなの作れないからさっきそこから入ってきた時も一番最初に上に入って、そうだって、アーティストってさ、やっぱ自己顕示欲の塊だからさ、もう自分がやっぱ一番で目立たないと。ガキンチョが一番なんかすごいよ。なんかやっぱりどんどんよくわかんない近所の子供連れてきて、なんか変なものが出てきて、変な親父が変なもの作ったとかして、お母さん連れてきたりとか、なんかそのぐらいの感じっていうか、がいいんだよね。ここの上からやっぱり登ったりとかさ、やっぱり自分でしか見れない景色だけど、そういうのもね、なんかいいんだよ。なんで紫と黄色なんですか？もうね、全てが直感なんですよね。あ、直感ね。もうその場所で図面があるわけでもなくて、もうなんかこの色がいいなと思って、で、きちっと塗ってない、やっぱり絵の具のタッチみたいにちょっとこう、ムラをつけてるでしょ。はい、うん、こういうのはやっぱり誰かに頼むと、例えばプロに頼むとペンキ屋さんだったらピシーってなっちゃうし、大工さんだったらうまく作りすぎちゃうし、人に頼むとなんか日本人は器用にこうやろうとするけど、もうちょっとデタラメな感じの方がいいなとか、あといちいち人に説明して指示するのがめんどくさい。全部お一人でってことですよね。そう。人がこうそういうものに対して多分感情移入するじゃないですか。はい、こうその一人のワンマンの人が何かやると本当に変なこう欲望みたいのがわーっと出てたりすると、意外と面白かったりとか、自分っていうものをすごい出すんだよね。はい、そうですね。そういう人もいるんです、世の中に。よかった。ありがとうございます。